おーおお、どうもこんばんは。早くね。休みです今日。ゴゴゴゴールド。こんばんは。早い。そろそろ勝てるかな。まあとりあえずうちには行ったんよ。また負けちゃった。お刺身食べたいな。早すぎだろハゲ。やっとれんのはほんと。見せてもらおうじゃないかって。中尾ですね。これ昨日の晩です。晩ご飯お刺身食べたいな。ヤンボルやめたら食べられるよって。時々やめなきゃねって。いやちょっと朝一はあの用事があったんで、それを済ましてから、何時ぐらいですかね、11時ぐらいからかな、行ったんですけど、マイホームに。退屈で死んじゃうよって。皆様おはようございますって。お客様にとって素敵な一日になりますようにって。スタッフ一同に俺はちょっと激励されたようだ。非常階段通ってたら今日はいい日になりそうだわって思ってた。煽ってるね。心にもないことをなあ。嘘なあこれ。当店は誰でもウェルカム。思ってた。いや分からん。まあ思っとんじゃない。で沖土岐の島行ったら先客が4人ほどおって、まあ32までほっとるわけよ。でもそんな中でも00の台が多少残っとったんで、俺ちょっと売ってみたんすよ。で何代目やったかな、4代目ぐらいかな、にペカッビッグ。しかもチョリーです。これ遅れチョリーから来ました。嬉しみってさんな。お前らどうよこれ、俺のこの引きにちゃーってなったで。これちゃんもだろうって。あーブルルルブチブチピッチチチチチブリブブー。これなんならもうスタートしてんじゃねって、レンチャンモードからスタートしたかって。あーマスマスマスって。まあでもこんなとこはどうせ上がんねえんだろって思ってましたらピック。俺43枚もあるぞここ、どういうことやなって。え、こんなんあるんやな。一発目から上がったんご。オキゴプロなんて、いやこれただやがマジで。ロッセやめろよって。4回転ピックビッグちゃん5な。お前ら来たかも、ついに。俺 3,4,5。え、これもしかして5、これはまさか5、ゴッドモードたーって。つらいお前ら。嘘なバーです。8回転。そんなことはなかった。俺にはまだ降臨しなかった。あ、サッシではございます。そりゃそうよ、こんなお前朝一からお前ゴッドモードなんか入るわけないだろ。そもそも入ったらビビるわ。バーです。9回って自力なって。バーです。6回って早い。コインできてる。ビッグちゃん30な。お前らこれ
半時29で遅れきた時も俺もうちょっとあれになったわ、肩コキコキしたわ、腹筋どきやろってビッグやし余裕やがってこんなん次おるやろって母乳のタバコであるって汁出るが出るよな、ふたばこビッグでーすって発火いて、それはそうだよなって、わざすってよしよしよしってビッグでーすって20回いて、これも金どきかーって、金からの金かーってなんなんどこれって終わりました金時ではなかった模様、30は金時だろ多分、2回で終わったわ。おいおい、いきなり1400枚も出たぞおいこらって、投資系、投資が 5K ですかね、5代目ぐらいだったんで、これ1000円ずつ掘り寄ったけん、ただ今日もちゃんもはほとんどなかった、むしろこれもちゃんもかどうかすら怪しい、もうヘリンゴの前立腺祭りは終わったかもしれんね。帰ろうって、こっからよ、このコインあるやん、これ持って俺掘り寄ったんよ、あの第2陣をないなったけん、このコイン全部何も当たらんままはってなったで、マジで嘘だろって、当然続行よなって、いやないなったんだがざまぁクソがって、どうかしてるぜバカいやでもな、多分推定プレイステーション日がまたおったんやけど、プレイステーションじゃなかったんやけど、あいつは今日爆死とったけん、ざまって、あと3000枚おじさんも全部飲まれとった、俺が帰る頃には吹いた一撃3000枚出したん全部飲ましよったけんな、6ターンとかでやるなーって、なかなか特攻野郎が育ってきよるけん俺としてはありがたいわ。で俺はもうこれはもうダメやと移動しました、もう金時の島から離れました、今日俺ちょっとこれありよったら死ぬわと、このコインが全部ないなった時にうわーって、そして俺が向かった先がこれであるって、あ違うわこれまだ引き戻しを見たいの一旦引き戻し当たったんですけど上がりませんでしたと、ピエロなってそんなもんするわけないでしょって、俺はあれかちょっと触りよったやつかな、コインある頃ううって戦場に戻る時が来たのかはっていやまあ見よったよいろいろピエロを、そこで移動した先がこれであるって、おい当たったぞ1500円でお前ら豚がマスコの豚1500円でヒットさせたけんな俺、14回転だ1500円でクソガーってなっとったけど、中尾の翼ってそっちかよって、1円4円なこれだとしてもっておい中尾まあやれるじゃねえかって、先を見れとったけど何もないの当たったんですけど、反対やがって中尾のピンピンピンで当たったわ、当たるんやなって、中尾って家で当てろやって、リベンジあるけん今日土砂降りの夜に誓ったリベンジが、新本屋チャンス黄金なんか入ったんだかお前ら、あの 25% 取ったんだか俺、最終決戦1000で取れたんですけど、ええんけただやがって、しなければね
君たちに直当たり、うん、それな、あの豚の 5マスのやらんでよかった俺、今回あの免除されたけん、まあ初めてなんですけどね、これ撮ったの。だとしてもありがてえ、ポーって風来た、知らん、新ホギャチャンス黄金直当たり紹介は無縁が良かった、突入ってあった、嬉しいって、あの豚とかに委ねんでよかった俺は今回、ありがとうございます、ただって余裕やがっていや助かるなってタバコも吸いに行けるよなって、こっからがヘルエッジロードよって、赤着せる予告、赤短髪やって言ってしまうんよ俺、もうこういう時しか吸えんのよタバコが、もうクソクソ豚落ちって、俺豚から絶対動かさんって思っとったん今日は、したらこの集中をいきなりゼロって、しかもお前ゼロからやぞ、俺保留ゼロからやれたやぞ今回は、それでこれって、くそ、でももう一踏ん張りやってやれないことはないって豚が言おるけん俺は信じた、豚ってこのフォルムはって、うん、豚ありがてえ、3点の豚最終やれそうだって、豚の特攻踊り3点は信用してもええんちゃうんかい豚、おいやれるんかこら、頼むで、バトルスタート、そこ当たりゾーンあるからすぐ終わるよな、それな、俺大体2連しかしたことないけんこの台、そろそろ伸びるだろうって思ってました、豚のワンライン我流演劇奏、豚パーンチって頼む貫いてくれ豚お前しかおらんのやもうって、豚やりましたやっぱ3点は強いわ、どんだけ取るん、いやもう取れ高よな、これ取れ高しかないわ、豚パーンチってかっこいいぜ、刺す豚やったぜって、豚帰っていきます上に、ポーピポポポーポーピポポポポー、サンって握った拳を開くのを恐れない、ゴールドクロスサン、綺麗、取りすぎやろ、いやもう連射な、スペシャルフィーバーになりました、なんかたまためったら早いっすねって、豚また出てきます、綺麗よな本当、スペフィー動画でええじゃろ、動画したら悲しい顔が映るよ、たまにブラックアウトしてセッションの時とかで、次の回ですねこれ、なんかあの復活みたいなやつでこのレバーが2個ストックされました、ストック1、ストックがなんか2個ありますで押したら当たると6、ちょっと続いてきたぞってフィーバー350個ぐらいのショー、どうせってボゴーってかける、ストックかける2個嬉しい、俺強いわ、4つのうちに2個も当たり取ってるわ、ええ流れって、あーまずまずまずってで豚が当たります、まず
スペシャルフィーバー、おいしい。さらにポン放出って大味フィーバー、クソ。3のとこで事件が起きたんよ。なって、3が爆発したんだが、70億の絶唱フィーバー来た。これ上位、上位来た。俺でもついに引き上がった。ありえんことが起きた。 2% 70億の孤独低速339しょぼい。終わったんですけど、 70% が1回で、お豚のドヤレン、つまり玉数だろこれ。薄いバレンすぐ終わるやつ。やった、くっそバカが、ふざけんなよ。やばい、終わっちゃう。でも6000発くらい出てるぞって。5点テンパイしたんごの、トゥ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 、なに立体豚来た。これなんか絶唱しだしたんだが、豚が、う豚、豚してよかった俺マジで。豚が土星宇宙で豚が絶唱してるんだが、ふんふん、なになにって 3D 豚やばいやばい、豚が分裂しよる。無限豚、こガルのパクリだろこれ。ポーンって、通り過ぎだろ豚ー、ボゴーだった。当たった、なんか5で豚が、5が弾けたんだよお前ら。またこれええんけって、2回連続で来たんですけど俺、これ殺傷。おい、70億の絶唱また来たぞこれ。ポーンって、70億の絶唱フィーバーってありえんことが起きた。継続ポーン1500、うま、豚どうなんだ、いけるんかって。継続ボゴボゴ339しょぼい。計測378、何の違いがあるんだこれ。終わりました。俺全然続かねえじゃねえかこれ。どうやったらお前こんなんでお前ワンパスとか出せるんだお前。絶唱フィーバーの期待値なんぼ、しょぼ、くさ。まあこんなもん、こんなもんなん。もう一踏ん張りってもう終わるけん、クソが。なんなんだこの豚、全然じゃねえか。人出なしにはわからない。ゼロ。6点。バトルスタート。全然熱くなさそう。クソー、豚のダブルライン。ダブルラインならなんとかなるんでは。豚な、ほんと。クソ豚、オツ。人手なしなんて。万発で終わりました。うま。普通に3万ぐらい買ったんですけど。ええやん。左打ちに戻してくださいって。でもなんか1000発ぐらい足りねえから。やっぱ打ち込みがあれなんだな。俺ずっとひねりよったけんな。減ってんだわ。十分、ただパチにくら替えやな。約 95% 以上、嘘な。ピックですって戻りました俺。そしてやっぱりオキドキゴールドが好きって。262、出戻り打法ですねこれ。
そこ当たったんやけどもダメでしたって一発取って逃げましたって32回してこれダメだ上がんねえわってでハゲを打ち177で当てビタ押しをかましこれは綺麗に揃ってくれたんだがってなんやねんこれってでついに見つけました俺ようやく打てる台見つけましたそんなこんなしよってで苦しみながらも19でねちゃんもとはもう思いづらいんですけど俺はもう着目したんよほらね900回転回っとるでしょでこれレギュラー4回引いとんで120ね120足せるわけですよだから1020ぐらい回っとんでこれはもう2000区間狙ってやろうと誰もやらんし俺がやってやるわって392からちょっと打ってみましたしたらピックが来るんだわ416で勝ったんよなってまあまあきついでまあ上がらないんですよねこんなん 5スルーですよまあそれはええわな190足せるんですよこれボーナス分でで1810 ね、これ今はもう2000区間に到達しました俺ようやくていうかもうこんなとこで当たるなよって思ってましたもうここまで来たらとりあえず2000の区間は踏んだけんええわいってもうすでにマイナスですよ豚の勝ち分消し飛びましたでなんならそれ以上に入れてますと一番なんぼやろ結構マイナスになっとったよなもう1号とか消し飛んだ上にマイナス1万5000ぐらい突っ込まされたっていう屈辱でもまあそらつくわなってそらお前2000区間踏んだんやけんこうなってもらうと困るわなって思ってましたせんな絶対ペナするよな俺天井行きよったら1回はどっかで気が緩むんでしょうねクソがってバージョンアップだから畜生お前これ邪神ランプだろやばい天国とか行っとんやったらお前愛情のアップデートになるんちゃいますの絶唱ってビッグいるあこれビッグ分だわそのバージョンアップ分だわでもビッグ6ビッグちゃん5ビッグ9ビッグポキーン13あららってあららってまあええわ帰ってきたがってそりゃちょっと帰ってきたがってまさかちょっとファンキーハゲでもやるかって最後にファンキーハゲでも打って帰るかって213のこのクソファンキーハゲ打ってみましたガコガコッ音汚いから嫌いって、チョリーでーすってバーなはいはいクソクソって全部飲ましてもやめましたあーってちょっと買ったし飯でも食って帰るかマルヘルキッチンに行ってみましたたまにはお前買って帰らんとなって俺ももうバカじゃないけんていうかもう打てる台がなかったわうこれはってあれを感じるわ
なんぼがちな5000円ぐらいで、これなんぼやったかな、880円ぐらい高ー鍋焼きうどん、もう美味しそう。3万買ってない。いやマジで豚でやめとったら俺マジで買っとったんやけどな。何してんだ俺。量あるな。うまかったで。うどんとチャーハン、半チャーハン。いやこの半チャーハンめっちゃ量少ないけど。なんでやめんのって。いやみんな同等の羊みたいになっとったけん、俺だけ逃げるんもどうかなって思って、せめてもう一回ぐらい天国やってから帰ろうって思っとったんが、まあ結局2000を踏んだっていう。もうこれは仕方ないんよ、ね、その最中にゴッドボールとかも来るかもしれんし、期待値を追った結果こうなったんよ俺は。でもしょうがない、だいたい基本的に5万負けるやつが5000買って帰れるっていうのはもうむしろ対象と思ってもいいのでは。チャーハンと鍋焼き、いやーほんと重いよなあれ。これね当たらんすぎよ、そもそももうない、あのリセモがほんとにない。26台あってマジでない。もう祭りは終わったのか、打たなければ幸せになる豚は。いやでも豚はあれラッキーやで、ただのクソマーランダイが当たっただけで。2000区間切りも怖いで、ほんとに普通にそもそもこれちゃんもじゃないって考えたら相当きついでこれ。ほらようやったわ。並んでいくんて、いやーやっぱたまにしかない休み、てかゴッドモード体験したいじゃないですか。エナしかおらんからって、まあエナすら地獄見よるけどな。この台ちょっと生半可な気持ちでやったやつが泣きながら打ちよんなんか相当おるで。俺周り見よったらもう顔歪みよるんがわかるもんああって、そんなちょっと2スルー3スルーしたんよ、なんで打ちよんやろって、プルプルしながらこう万件入れよるやつとかおるけん。おいその覚悟もないのにやらん方がええぞって、ぐにゃーってお刺身食べたいなって俺もなっとったけどな。タイミングないっていうかな、あの打つ理由を探してるんやけどその打つ理由ができないんだよな。ゴッド見せてよって、いや俺もう引きてえよ、はよどこで引けるん俺、いつなんていうか躊躇とか引こうや、そろそろ俺まあまあ回しよるで。目ずれずれるわほんと、よだれも垂れてくるで。いやだいたいな、俺2回はチャンスあったよ、最初のあの1400枚と豚っていう2回のチャンスを不意にする悲しみよな。いやでも豚はマジでな、ちょっと今日俺豚やってやれそうな気がするんやけど、お前らやってかまん、バキバキにつけるけん、もうラムクリしまくるけん今日。あハーデス見たね俺、あれなクソゲーな絶対俺やらんわ多分、あれこそハイエナ専用機になるんがもう目に見えとるけん。あのなあもう1400到達ゲーっていうんがもう最初から分かっとるし、まずリセットなあハーデス風の何かしかも絶対なんかなあストップラスけてそうなんすよ。まあ転生までとは言わんけど、あれも凱旋やんただのほう超広角とかになるで多分1000とか超えたら、チャンリップとかお前引いただけで当たるんちゃう
なんか ST タイプのな、ペルセポネとかも微妙やしな、あれ。そもそも貫きスペックじゃない時点でやる気せんのやけど。要はあれやろ結局1400はめて、その分の使った分と2400枚出して5000枚出ますよって言いたいだけなんやろ、あれは。それでお前全回転なくしてされたらたまらんのやけど、通常時に来るけん、おもろいのに。あんなお前叩いて絶対割れるんが分かっとる全回転に感動もクソもないんですけど、俺だけん多分やらねえ。俺、お前らは狙ってくれ。俺あれは冷めたわ、もうほぼ凱旋やんって。感動とか求めてるの？求めてますね。普通に、いや普通にあるんやったらええよ、そのクラッシュが。あそこでしかクラッシュがないんやったらマジでやらん。北斗しかないって。あーでもな、あのな、まあ白ログなんは分かっとんやけど、あの死神がなバシッて切るんはちょっとやってみたいわ。あのタナトスフリーズかしらん、あれはかっこいいわ。まあさすがにあの800は白っぽいんやけどエンジョ以外もある。 ありはするのか。でも準備みたいなのがあるんやろ、 50×16 あの嵐のやつな。あれはまあまあ完全に白やけど、本当に怒るんかって。そもそも300で64分割なんか来たらどうなるの。お前19700とかなんですけど、俺計算しよったけんな、動画見ながら仕事場で。うまこれやばいなって、 300×64 はっておっはって、一人でニヤニヤしよったんだがこんなあるんけって、本当に怒るんかって。仕事しろってニチャニチャしよったで、俺多分相当気持ち悪かったはずよ、職場のやつらは。こんなええでええでって200やったらどうなるやろって電卓弾きよったけんな。クビになるとええんよ、もう別に俺はもう何してもええぐらいのポジションにおるけん。よいしょ、さあやるか。熱意が別の方に。今日期待値あるんですか？あるね、相当期待値しかない。何するんって、うん、豚なちょっと豚をまず破壊することから考えていこう。一回入れさせてくれや、とりあえず。前のがな、もう、なんなら前のまま行った方が当たると思うよ、俺。ラムクリせずに。店で売って家でも打つって。今日買った。今日5000円ぐらい買った。